グランパワーは、富士通がかつて販売していた、サーバーワークステーションのブランド名、シリーズ名。1996年10月に、グランパワー5000シリーズの第一弾、グランパワー5000モデル760を発表。1997年5月に、グランパワー6000シリーズが発表。1997年1月にグランパワー7000シリーズが発表された。 途中で名称変更やシリーズの整理が行われ、2000年5月にブランドとして終焉した。富士通の各種サーバに統一ブランドを作り、スケーラビリティがあるように見せようと企画された。以下のような3つのシリーズが存在する。それぞれのシリーズ間はアーキテクチャやオペレーティングシステムが異なるため、動作互換性はない。1998年11月にグランパワー。 7000シリーズを新たに GP7000 シリーズとして整理以下のようにラインナップ名を変更した。最終的に2000年5月にグランパワー5000はプライマージーへ、グランパワー6000はプライマージー6000へ、グランパワー7000はプライムパワーへとそれぞれ名称が変更されたことでグランパワーシリーズは終焉を迎えた。ありがとうございます。